今回の震災で日本人はやはり今まで大切にしていた日本人の心とか価値とかというものをもう一回取り戻すべきだと思ってます。この震災で私たちはもっともっと学んで新たにやり直す、そんな気概気骨を持つべきだと思ってます。